の3月のラインナップを紹介する動画。そのままやないかーい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、Steam 実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。ということでですね、また、Twitch プライムの、3月のラインナップが届きました。昨日はね、届いてなかったんですよね、確認したら。なんで今朝ですね、現地時間3月1日になってから、届けられたと思います。まあ、いつもそうだと思うんですけどね。で、今回は4つのゲームが無料になっていました。早速見ていきましょうか。まず1つ目、はい、スターバイキングスフォーエバーというゲームですね。はい、これは2016年10月6日に、初配信された好評のゲームになっています。はい、ストラテジー RPG のタグがついてますね。あ、これ斜め見下ろし視点で、まあ、マス目をこう移動させていって相手を攻撃しという、多分単性のゲームじゃないかなと思うんですけど、単性のでもタグはつけられてないですね。まあでもカジュアルな、ストラテジーゲームということで、はい、でもこれに関してはですね、日本人のレビューがないんですよね。でもたくさん賞を取っていて、かなり話題のゲーム。まあまあ日本語はね、ないですが。で、アップデートが最近なされて2月21日に、まあそれも兼ねてかまた注目してもらおうと、無料になっていると思います。まずこれが一つですね。で、もう一つ、ザ・キングス・バードというゲームです。これは週刊新聞通信でも多分取り上げた、ゲームだと思います。はい、非常に好評の8月24日に配信されたゲームで、アクション、タイムアタックのタグが付けられていますね。はい、かなり独特な、世界観ですが。はい、で、Steam で購入する、今、日替わりスペシャル来てるんですけど、はい、50% オフの2015円で購入することができます。でもこれってやっぱり、Twitch プライムを知ってるかどうかでかなり大きいですよね。まあ、日替わりスペシャルって多分みんな注目すると思うんですけど、まあ、それで、ね、購入するより、プライムでゲームで購入した方がいいわけですから、もちろん、ね、実績とか、そういうSteam 周りのものっていうのはついてこないんで、純粋にゲームしかできないですけどね。それでも、はい、情報を知っておくっていうのは大きいですよね。はい。大皿をかけ、失われた歴史を受け継ぎ、力の代償と向き合うアクションゲーム。ゴールを目指して足場を飛び渡り、失敗すれば針山に突き刺さる、プラットフォーマーと呼ばれるジャンルであると。本作の特色は、ジャンプの操作にあり、まるでアクロバット飛行のように、軌跡をひねる2種類のアクション、ダッシュ、グライドで加速し、高く遠く飛び立とうと。なるほど、そういうなんかちょっとパルクール的なゲームで、多分操作慣れするとかなり気持ちいい、そして、高タイムが叩き出せるようなゲームなんですかね。はい、横スクロールの、アドベンチャーですが、かなり面白いのに全く話題になっていないので、不況の意味も兼ねているレビュー。わかる、ほんとわかる。自分もいろんな、ゲームしていて、ほんと何にも日本語のレビューがないけど、めちゃくちゃ面白いゲームってあるんですよね。だからわかるような気がします。この人の書きたい気持ちも、やっぱり布教も兼ねてレビューしたいんですよね。はい、おすすめしないよりのおすすめとありますが、はい、まあこんな感じで、割とレビューしてる人は丁寧なレビューしてるので、どんなゲームかわかると思います。メタスコアが67ということで、まあ、そんなに高くないですが、はい、このゲームですね。はい、で次、カバンスっていうのかな。はい、これは、ボカポンというなんか日本語名がついてますが、はい、ボカポンカッコカバウンスなんで、まあ、ボカポンって呼んでほしいんですかね、日本人にはぜひ。はい、2018年5月29日に配信された非常に好評のゲームですが、これもスペシャルプロモーションで今 Steam 上でも 60% オフで購入できるということで、で、このゲームに関してはどんなゲームか
軽くやってみました。結構楽しいですねと。いかに効率よく、バンパーと妨害ができるかが、鍵な気はします。パワースライドとダブルジャンプの組み合わせと LT で使えるスキルも結構、鍵かと。妨害については5ゲージあって、攻撃に1ゲージ必要、バンパーに当たることで回復するなるほど。4対4のハイスピードピンボールアクション、超エキサイティングバンパーに触るとポイントを入手でき、定期的に開くゴールに入るとポイントを全て消費、チームの得点となると。なるほど。まあまあ、こういうスポーツ系のゲームってはい、結構まあありそうでないかな。まあロケットリーグとか多分有名だと思うんですけど、まあそれよりももちろんシンプルな、ゲームになってますが、まあマルチプレイで楽しめて、スポーツ的な、ジャンルがあるゲームっていうのはありそうでないので、まあ、貴重なゲームかもしれないですね。はい、定価で買うと1480円ということで。はい、で、4つ目ですね。4つ目はスネークパス。これもですね、以前に取り上げたことありますね。覚えてます。はい、これはね、日本人の評価が結構高かった気がする。あの日本語はサポートされていないんですけど、まあまあ71点で70超えてるんでね、メタスコア。いいですよね。面白かった、手軽な操作でニョロニョロを操る新感覚を楽しみました。良くなかったのはカメラの挙動がいまいちだったことかなと。ヘビを操作してマップに散らばった宝石を集めるゲームだと。はい、ヘビのゲームかわいいと。で、4443の全15ステージクリア型と。はい、素晴らしいゲームですよっていうことが、絶賛されてますね。はい、結構カジュアルに楽しめるようなゲームになってますよね。ただこのちゃんと 3D でしっかり描かれたこの、主人公ですね、あのプレイアブルキャラ、このヘビの挙動が可愛いということで、はい、確かこれ2017年3月28日非常に好評で、あの週刊スチーム通信で、あの新作ゲームということで取り上げた覚えがあります。はい、こういうあの動きが独特のゲームっていうのもあの面白いですよね。一つ持っておいて損はないと思いますが、はい、Steam で買ったら1980円ということで、なかなかお買い得っていうか、ね、プライムのゲームとしてはいいんじゃないでしょうか。という、以上の4つのゲームが今回は、ラインナップされていました。こう何かに縛り、例えば、リボルバーデジタル縛りであるとか、こういうゲーム縛り、以前に、ウィザードリー縛りで、バンドルが来たこともありましたが、プライムのゲームで。今回はそんな感じじゃなさそうですかね。はい、いろんな開発者、いろんなパブリッシングの、ゲームっぽいですね。はい、まあそっちの方がこう何が当たるかわからないというか、ドキドキ感、ワクワク感ありますよね。で、結構それだけじゃなくてですね、割とこの辺がね、ゲーム内アイテムが充実してるんですよ、最近。ゲーム内特典としてね、今もうバトロワ好きで知らない人はいないアペックス、はい、の、スキンであるとか、メイプルストーリーの、ツイッチプライムバンドルであるとかもありますし、はい、ファイナルファンタジー14、これはね以前に説明しましたが、それもありますし、割とそのゲームだけじゃなくてゲーム内特典なんかも多くなりましたよね。で、自分はこのベイングローリーっていう無料の、ゲーム紹介したじゃないですか。これも実はゲーム内特典として、自分がやったのは多分ね、ランダムで一人のヒーローがアンロックされたと思います。はい、で、その Steam で、ダウンロードしたその PC 版にも特典があって、それは多分その動画内で説明してたと思いますが、はい、特典があるんで、Steam で始めると割とプライムドゲームもそうですし、はい、こういうSteam 特有の、特典があるのでいいのかなと。で、さらにですね、このベイングローリーはですね、今どうなってるのかな自分のチャンネル、まあ別にチャンネルを持ってなくても、このベイングローリーの動画を上げればですね、これですかね、はいはい、この動画を上げれば、その上げるだけで6つのヒーローかな、6人のヒーロー
が多分ランダムだと思うんですけど、無料でアンロックできるというそういうキャンペーンも今やってるんですね。3月の多分中旬までだと思うんですけど、で3月中旬以降に、作った動画に関しては無効になるんで、はい、まあ、なので作ったっていうわけではないですけど、これはまあ純粋に Steam の無料ゲームをいつも通り紹介してるんですけど、で、投稿して登録するだけで5つの6人のヒーローが解放されて、もともと5人かな5人6人のヒーローが解放されてるんですけど、さらに6人それだけで、解放することができます。で、それだけじゃなくて、動画を投稿してその再生回数が一番多かった人に、10万円分の Amazon ギフト券がもらえるということで、それもなんかすごい企画だなと思ってあるんですけど、もちろん自分も登録してるんですが、まあ、そういうなんかもう必死ですよね今、まあ、プライムのゲームで無料登録させることによってとにかくプレイしてもらわないとね、あの埋もれてしまうともうそこでどんな面白いゲームも終わりだと思うんで、まあ、みんな必死にこういうものを利用してプレゼンしてるんだなということで、で最後そうですね、もうあのついでに言っときますけど、ディスコードもね今無料のゲーム配信してるんですよね。はい、これ自分のディスコードページなんですが、はい、マッドマシーンズというゲームなんですが、はい、これが今無料で来てると思いきやですね、これ見るとあの Steam 上でも無料プレイなんですね。で、Discord でなんでこれ無料で登録来てるのかっていうと、おそらくですね、このマッドマシーンズのシーズン0パスという、なんかこう、これから来月だったかな、来月に明らかになる、そのいろんな多分スキンとか、これはヒーローがあるのかな、わからないですけど、そのゲーム内で有利にあの運べる、そのキャラかスキンかそれがパスできるこの1010円のものが多分無料で手に入ると思うんですよね。まあつまりディスコードストアで無料で、Steam でも無料なんですけど、ディスコードストアでその無料で手に入れた方が今後特典がありますよと。だからまあ、 プレゼントしてはディスコードで無料でそのパスを手に入れて、まあ1ヶ月ぐらい遊んでもらって、でそのパスを何らかの仕方で多分特典があると思うんですけど、それをゲットしてこのゲームにのめり込ませようという感じだと思うんですけどね、手順としては。ちょっとねそのあたりの詳細がわからないんですが、まあディスコードストアもこうやって、無料の、ゲームとかをこう配信するようになったかと、ね、エピックゲームズストアといいね、スチームといい、ツイッチプライムといいね、ゲーマーにとってありがたいですが、ね、こんだけこう新作ゲームがどん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 特典高く手に入れると、本当やる時間とのめり込む時間がなかなかないと思いますが、はい、こんな感じでお得情報は どんどん配信していきたいと思いますので、また遊びに来てください。というわけで、今回 Twitch プライムの3月のラインナップでした。ではまた、ヨロでした。バイバイ。